リッチー・フューレーの芸名で知られるポール・リチャード・フューレーは、アメリカ合衆国の音楽家、シンガー・ソングライター、牧師、バッファロースプリングフィールド、ポコなどのバンドで活躍した。現在のアメリカ音楽界にも多くの影響を残した1970年代、ウェストコーストロック界の登場人物の一人、スティーブン・ステルスラと共に、ニューヨークの有名なナイトクラブカフェ AU55 の 専属バンド英雄ゴーゴシンガーズのメンバーとして活動。その後、スティルス、ニール・ヤングラとバッファロースプリングフィールドを結成。1960年代後半、ジム・メッシーナ、ランディマイズナーラと共にカントリーロックバンド、ポコを結成。このバンドは、後の多くのカントリーロックバンドに多大な影響を与えた。フューレーのペンによる、ピッキン、アップ・ザ・ピーシズ。 グッドフィーリン、ツーノーといった曲は、カントリーロックにおけるクラシックとなり、後に、様々なコンピレーションアルバムに取り上げられた。1974年にポコを脱退。J.D. サウザー、クリス・ヒルマンと共に、サウザー・ヒルマン・フューレーバンドを結成。ファーストアルバムは、ゴールドディスクを獲得し、シングル f a l l i n ン in Love はトップ30まで上昇する、ヒットとなったが後が続かず。 結局アルバム2枚を残し解散する。この頃、バンド仲間だったアルパーキンスの勧めで熱心なクリスチャンとなる。1976年、リッチー・フューレーバンドを結成、アルバム i イブガッタリーズンをリリース。このアルバムは、クリスチャンとしてのフューレーの思想を色濃く反映したもので、このアルバムによりフューレーは、クリスチャンロックのパイオニアとして認知されることになる。 1979年、商業ベースに乗ったサードアルバムアイスティルハブドリームスのタイトル曲が地味なヒットとなったものの、全体的に見て彼はチャートで成功したとは言い難い。また、ツアーに疲れたことと彼の苦悩が家族にも影響を及ぼしたことで一時的に音楽活動を休止する。1980年以降、フューレーは、 コロラド州ブルームフィールドにあるカルバリーチャペルで牧師として活動しながらソロアーティストとしてまた時折ポコを再結成して演奏している2006年にリリースしたザ・ハービー・オブ・ラブは現在のフューレーの視点から彼のルーツであるカントリーロックに立ち返った作品であるこの年の夏にはアメリカやリンダ・ロンシュタットの前座としてツアーも行った2007年 新編成のリッチー・フューレーバンドでツアーを行い、コロラド州、ボルダー、及びデンバーのブルーバードシアターの2カ所での演奏を収録した2枚組ライブアルバムアライブをリリースした。このライブには、フューレーのレパートリー29曲が収録されている。リッチー・フューレーバンドは2008年から2009年も活発に活動し、2009年春、 カリフォルニア州インディオで開催されたステージコーチフェスティバルにおいて、ポコのステージにオリジナルメンバーのヒューレイ、ジム・メッシーナ、ジョージ・グランサムに加えて、ティモシー・ビー・シュミットが参加。黄金時代のラインナップによる再結成ライブが実現した。2010年10月23日、バッファロースプリングフィールド時代の仲間であるスティーブン、スティルス、ニール・ヤングと共に、 第24回ブリッジスクールベネフィットに出演した。ありがとうございます。